っしゃ、やろう、やろう。よっしゃ。で、待って、でもさ、一回一人でやった方がいいんじゃないかな。一回一人でちょっとリハして。なんで？その方がいいかなって。だから、ちょっと待って。はい、こっち使って。こっち使ってさ、アーケードモードさ。何が起こってるこれ。ポインタ、そこにセンサーバーにしよう。それポインタが動いてんの。で、アーケードモードでさ、一人で。やりにく。十字キーでいけるよというか。あ、十字キー。先に言ってくれや。縦持ち。縦持ちで十字キーでいけるよ。バトルロードで。おお。十字キーで、当てないように十字キーで。で、A で押せば。いけるよ。むず。一人で遊んで。君友達いないから。じゃあ、しおちゃん、頑張れ。見てるわ。こうやって見よう。A と B ってこれ。A と B は、A は十字キーの下。で、B は後ろにあるやつ。相手チームの登場だ。なんて。技選択すらできないのこれ。うん、で、スペシャルカードはね、プラスとか押せば使える。うわぁ。さあ。まあ任せるよ。まあね。ダークドリームでやってくれるんじゃないの。すべての職業を使いにしちゃう。ちゃんと。あ、いいでしょ、いいね。勇者いいね。確かに。組み合わせ分かんなくても。組み合わせ見ない。目悪いな。猫は目が悪いな。誰？嘘、そんな、まあ、近いんだよな。適当でいいか。伝説の三次元じゃん。プラスとかマイナス押せばね、モンスター変えれるよ。今獣って出てるでしょ。今獣モンスターが集まってる。で、スライム系物質。テレビ実験。テレビ超近くなってんだけど。まあ、勇者だからね、何と組んでも相性が出るからね。弱くはなんないからな。場所がわかんない。お、シールド小僧じゃん。どう？え？え？待って、それは知らない。え、何それ？一つ目ベロ。お前やってんな。待って、お前やってんな。いいチーム組み合わせだったの今。一目で分かった。面白い、いいチームだ。面白い。三次相性か。三次相性でしょこれ。いいね。飛ばさずに見てよ、せっかくだから。あ、飛ばしちゃった。あ、大丈夫。ここから999。いいチームだよ、本当にいいチーム。これはいい。メラミとホイミで。バランスも取れて、三重相性でしょ、これ。ね！ヒットポイントアップ、ヒットポイントアップ、森でんじゃない？いや、待って、いいチーム組むな。一つ目ピエロか。いい。お、面白そうなチームだ。あ、もうそこは A でいいよ。さあ、頑張ってくれ、しおちゃん。頑張れ。テレビチキン。おっと、先手を取られた。お、おお、勇者に鎧着て避けやがったあいつ。メラミだ。いけいけ。メラミを捉えた。さあ、一つ目はメラミになったら超強いからな。振って。
あ、ごめん言ってなかったね。そう、攻撃した後振るんだわ。ごめん言ってなかった。だから振らなければ勇気はたまんない。逆にね、勇気調節とかの時に。でもさ、タイミングよく A を押して、うん、基本的なプレイはできてんだよな。俺の友人たちと違って俺のあいつらと違ってさ、基本的なプレイはできてんだよな。何も言わなくてもそのチームを組めるのは個人的にはすごいよ。もっとポンコツなチーム組むことです。俺の友人たちはすぐギガンテストが入れやがるな。あっ、あっ、まあまあでも大丈夫でしょ。てか削り切れるやろかな。うん、まあね、プラスでさ、ギガスラッシュとか打てるでさ、3ターン目ぐらいに詰める使ったら、あら、キーラッキー、いいね。テレビの前にもう腰落ち着けちゃったやん。まあ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 。いいね、いいダメージだ。おー、伝説の技が今ここに勝つ。これはあまり効いてるぞ。うん、爪でギガデイン打てばいけるかな。相手の攻撃、まあゆっくりでいいで、3ターン目にやってみ、スペシャルカード。お、スペシャル、まあカオンここ食らってもまあよくはしてる。少々にしたら運が多いね。プラスして、で、十字キーで選んでいいよ。で、ギガデイン打てば終わるかな。で、タブ補助回復とかあると、うん、風とマントとか賢者の石とか、そういう系もある。あと、銀のタロットもある。特殊に銀のタロット1枚だけある。オッケーオッケー。はい。いよいよ。バトルロードって確か決勝戦あるよ。決勝戦と魔王戦あるけ。マジ早えよ。まだまだ、1回戦だけで終わられても困りますで、ね。いいね。シオの勇者レベルが79だった。ああ、999が。あんまりバトルロードの敵ってさ、ほんとレパートリー多いからさ。はいはいはい、分かりました。分かった、何をするか分かった。これ確か状態上チームなんじゃないかな。なるね。一瞬で分かったわ。レディーファイト。素数ピードが並び合ったか。U のチームに命令を与えるのだ。いいね、いいよいいよ。守備力が上がった。うん、そう、ビビギリはほぼ減った。あ、出た。バットブレス、多分バットブレス。うん、そうだね、一つのピエロがラリフォーじゃないからね。ネダパニだからバットブレスになるわ。もう一体ラリフォーだったらスイートブレスだね。究極悪臭奥義、臭いぞ。バットメゾンはいいよ。眠ったりしないし、別に。これは戦闘とともに王者の剣が上がる。うん、ここタイムズにね。なるほど、いいよいいよ。決勝戦に応募温存するのはよくある戦法だからね。あの魔王のためにちょっと見すぎた。なるほど。さあ、まだまだ戦況が読めません。お、詰めるか。待ったね、今待ったね。待ってからやったね、ちゃんと。 OK。 魔王来い、絶望に落とせ、三本絶望に落とせ。うちのお、いいね、魔王だ、魔王だ。
うん、ゲマかな。邪教の使徒。いいやん、ゲマ。いい相手だ。魔王としても弱い方だ。しかも。さあ、行け参謀。うちの参謀見してくれ。もう、アドバイスはね、さすがにせえへんけど。見てるわ。龍のチームに命令を与えるのだ。相手にもそこそこ恵まれてはいるからな。なにしてんの。意味ねー、意味ないな。てか1ターン目使ってもしょうがないよ、銀のだとって。基本銀のだとは1ターン目使うもんじゃないからな、内容的に。まあ確かに85ぐらいでいいのあるけど、まさかのまさかの芸人ここでいいね、いいダメージだ、いいダメージ出てんね。まあちょっとミスった。ちょっと銀のタロットの使い方がちょっと雑すぎるかな。反応されたら確率耐えたら耐えない。3826やもん。耐えたらちょっと貯めれたかな。そうやね、3ターン目で貯めることはできたかもね。ただ向こうのオーブもその分溜まってるからね。3ターン目待ってたらむしろ向こうのオーブがだいぶ溜まってて、はい、何来るかな。つばぜり合いをかけなあかんくなるで、絶対どっかで。1P プレイでかけないのは難しいでな。しおちゃんがリモコンを振るで、今から。さあ何かな、ドレアム来い。ドレアム来てもいいで。もうこれ初心者がやるもんちゃうやろ。あー、普通のミルドラスやん。え、でも初心者もなんか見てこっからやんない。俺シャープ2で初狩りされたんだけど。シャープ2で竜王に殺されたことあるからな。その時はこんな風に装備殺してる、うん、あ、白目じゃん。サクッといっちゃえ、サクッと。ミルドス弱い方だからね、魔王としても。弱い。5300しかない。勝てる。余裕はある、だいぶ。つばぜり合いがちょっと勝負の鍵になるかもな。ワンチャン5300やったら、このパーティーやったらいけるかもしれんけど。さあ。見してくれよ。龍のチームに命令を与えるのだ。幸先よく先制攻撃。OK、いいよ。まあこんなもんだな、賢さ的にはな。魔風だ。おっ、うまい。それうまいな。いいよ、いい感じだ。ちゃんと一回避けてるのはいいね。だいぶこれで耐えることはできるんじゃないかな。おお、見せる。あ、ごめん、つばぜり1みたいだね、これ。つばぜりするときは1だね。1を押せばつばぜりできる。で、勇気をかけるときは A でかけれる。ブーンってできるやん、黄色とか赤に。あれは A で押せる。で、振って決める。確か。あ、相手派だ。さあ、次あたりにたまんじゃねえか、向こう、勇気。お、これ目覚めてんな、しゅうちゃん目覚めてんな今。止めけんなまらいった。まだまだ戦況が読めません。スマゼリー発動。 A で勇気かけれるし、かけないって言ってもやるけど、どうする？勇気を込めるのだ。 A で込めれる。
振って決める。さあ千代ちゃん振れ振れ、勇気の力を解き放て、振りまくれ。おいどうすんだよ、おいちょっと待って、これどうすんのさ。そうだな、これはメラニオトネ、これどうすんの。いやでもまだ勝機はあるな。あーないなあ、ないなあ、ミスとしさあどうする、スペシャルカード使って、スペシャルカード使える。さあどうする、どっちに行く、どっちの手や、2つ手ある、まだ。おえ、ほぼ満タンじゃない HP グランドエンビル。あ、まじで、グランドエンビルほぼ HP 満タンよ。あ、そっか、あの、ね、あの、ないと違うからね、本家と違うからね。削り切る、削り切る方に行った。ああ、ちょっとちょっとしろちゃんしろちゃんちょっと待って、しろちゃん出てくるぞ、しろちゃんなんか出てくるぞ、このうち。あーやばいやばい、お、よく出る、勇気たまんちゃん、これやったらたまらん、これやったらワンチャンある、ワンチャン、ワンチャン残った、ワンチャン残った。うぅー、なんだなんだパチパチ返してる。あこれはきついなこれはね、期待値が一人一人600やで、期待値期待値一人600、わかるわ、全然順調じゃないけど、期待値一人600出せばいける、一人が600出せばいける。帽子の方が良かったかいや帽子で返してても400やしな大体無理や、600出せんのがしぶちゃんしかいないんだよ。モンマスじゃねえんだぞこのパーティー、おいこのパーティーモンマスじゃねえんだぞ言っとくけど、小心者だ、外れた、守備力が上がった、おい無言無言お互い無言になってもうとるやん、先頭と共に王者の剣、頑張れ頑張れ、なんかなんかなれ、なんかなれいろいろミスったしな、てかおっと相手の攻撃、はい、いいよ言ってもらっていいよ、別に言ってもらっても甘んじて受け止めるよ俺。でもいいよ、ティラマジつっかいでもいいし、ティラマジつっかいティラマジつっかいでもまあいいし、あーもうダメだ、もうダメ、もうダメだ、終わってんだよ、もう終わってんだよ、勝負は決まってんだよ、もうほら見て見て、いや主人公チームってこうなるもんね。おー、ほら出てきた、ほらミルドラスの3本が出た、3本対決に負けた敗北者じゃっけ、ほら出てきたに、ね、ミルドラスが、あーわー、あー勝負あり3本、あー人面獣になっちゃった、ほら3本が人面獣に